はい、皆さん、毎度毎度。はい、今日はね、コメント返しね、中山先生ね、LED に関してね、まだ蛍光灯なんですっていうことでね、はっきり言ってね、蛍光灯の方が明るいよ。で、電気代どのぐらい変わるのって言ったらね、LED にしたからってね、それほど変わらないよね。うちのお店の場合はね、LED にしたらね、まあ安い LED ね、1本1000円ぐらいのやつ入れたんだよね。40ワットの1メートル20っていう長さでね。 それが原因なのかね、LED はなんか暗いなっていう感じ、で6本交換して暗くてね、で天井にねどん付けで4本追加してんだよね、それでなんとなく今までぐらいの明るさになったかなっていう感じだよね、LED の良さは切れにくいってことだよね、でも1000円ぐらいのやつはたまに切れるけどね、最近よくセールスが来るのですがってね、蛍光灯だとね、LED にしねえかってね、本当にセールスが来るよね、うちにも電話かかってくるよね、であれはもう工事でね、ぼったくろうとしてっかんね。 簡単な工事でね、LED 化できるんだけどね、ちょっとした電気の知識があればね、電線ぶった切って繋ぐだけだからね。蛍光灯もね、グロー管があるやつとないやつってあるんだよね。グロー管付きのやつだと、まだそのグロー管を外すだけで確か LED 化簡単にできると思ったね。グロー管つうのはほら、電源入れた時にさ、青白い光がチカチカって光って小さなさ、豆電球みたいなのが。そういうタイプの場合はね、そのまま確かグロー管外すだけで LED 化できたと思ったよ、今は。 でそうじゃなくて、グロー感がないね、ラビット式っつうんだっけ、あれはもう完全にね、電線ぶった切ってやり直さないとダメなんだよね、でちょっとした知識あればね、知り合いとか友達で電気工事士の免許持ってる方、ああいう人だと簡単にやってくれるんだけどね、ぶった切って、半高か、圧着端子でくっつけてね、電線をね。で、何か巻いてさ、ビニールテープ巻いて絶縁して、で、OK だけどね。 でもね、全部 LED にすると暗くなるっていうのがあるんだよね。やっぱ蛍光灯はね、文明の力というかね、文明開化だね。蛍光灯ってのはね、プラズマ放電だっけあれを使って何か,か、あのー、光を得るんだけど、やっぱすごいよね。蛍光灯ってうはね。で、中途半端に LED にして暗くなるっていう場合もあるからね。で 蛍光灯が完全になくなる方って、日本でそんなこと言っててもさ、海外じゃ普通に蛍光灯使ってっかんね。ニクロム線電球だっけタングス線電球だっけあれなんか作っ日本じゃもう作ってないんでしょだけど中国とか海,海外からバン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 入ってきてっかんね。今蛍光灯一本いくらすんだろう安いの。ねあれがさ、 蛍光灯がさ、これから終わるっつんだったらさ、需要と供給のバランスでだんだん蛍光灯が高くなるよね。蛍光灯1本2000円とかね、3000円とかね、あの需要と供給のバランスで本当にあの希少価値になってきちゃったらね、使ってるお店が少なくなってね。下からで LED じゃないそれまでに、なんか誰か電気工事士できる知り合い見つけてね、ねあの電気工事やってるさ、職人さん あの、会社でなんか請求書くらうとさ、結構取られるけどね、職人さんなんか一日一万五千ぐらいしかもらってねえかんね。中山先生ね、蛍光灯何本あんのか分かんないけどね、10代ぐらいだったらね、職人さんに直接お願いして休みの日、2万円も払えば半日でやっつけちゃうんじゃねえの、そんなの。蛍光灯はね、アマゾンで1本1000円か850円とか安いのあるからね、それ買っといて、で、と付け替えてね、終わりと。 でね、うちみたいに暗くなるって恐れがあるからねで暗くなったら追加してつけるようだね45本ねまあセールスもね傾向とつけてると思うとねここぞとばかりにねすり寄ってくる系あのセールスはろくなのいねえよああもう向こうから仕掛けてくるさ電話のセールスとかね <laughs> エアコン何年お使いですからねうるせえって 何年付き合ってようがこっちの自由だろうって。そんな個人情報を集めてどうすんだいって聞くとなんか向こうもタジタジしちゃうよね。<laughs> はい、お疲れ様でした。